こんにちは、メガネチャンネルです。今日の動画はですね、キャラクターアニメーターの口についてお話をしていきます。自分のキャラクターを魅力的に喋らせるために、口の作り方、あと口の動かし方、この辺を分かりやすく説明していきたいと思います。じゃあまずはレイヤー見てみましょう。これ僕のパペットですけれども、今表示されている口がいわゆるデフォルト、ノーマルの口の形ですね。キャラクターアニメーター上ではニュートラルという位置づけになります。ニュートラルでタグ付けをしておきます。その次がこちら、はい、スマイルですね。笑ってる口の形、スマイルのタグをつけます。で、3つ目が驚きですね。口を開いて驚いてるような形になります。はい、驚きのタグがあります。で、ここからはですね、発音に合わせて11個の口の形を作る必要があります。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まずはこちらですね、 AH という口の形になります。2つ目の口の形は D ですね。横に伸びた感じで口を開けずに歯が閉じているような形になります。次は E ですね。大文字の E で小文字の EEE と書きますけど、この口の形がこんな感じです。で、次が F ですね。 F は唇を噛むような形のデザインになってます。これ日本語だとなかなかこういう口の形はしないと思うんだけどね。 F の発音が、まあ、特徴的な形なのかな。次が L です。 L はこんな感じ。 L はね、ちょっと特徴があって、下の形が口の、まあ、上にくっついてるような形のデザインになります。次が M ですね。ムーッと口を閉じているような発音の形です。で、 O ですね。丸めて広げているような形ですね。で、その次が R。 R もちょっと横長というよりは縦長、 O よりも R の方が口を大きく開けて発音しているような形になってます。次が S ですね。さっき見せた D とちょっと似てますよね。ほんの少し微妙に違うって感じですね。で、 UH、 こんな感じです。で、最後 WOO ですね。 O にちょっと似てますね。口をすぼめて丸くしたような形です。はい、以上で14種類すべての口の形を説明しました。はい、録画ページに来ました。じゃあ実際に喋らせてみたいと思います。で、ここで右上のこのマイク入力をオンにします。はい、パペットがリアルタイムで僕の声に合わせて喋ってくれます。はい、じゃあ次にですね、実際に声をどうやって収録するのかの説明をしたいと思います。まあ一番簡単なのは、ここのキャラクターアニメーター上で録画、まあ録音ですね、レックボタンを押してですね、リアルタイムで声の収録をするというのがデフォルトです。じゃあちょっとやってみましょう。こんにちは、メガネチャンネルです。はい、停止を押します。そうすると今僕が喋った音声がオーディオとしてここに録画されますね。これが一番簡単な音声の収録の仕方です。でもですね、僕は実はあまりこれは使っていません。ではどういうやり方で使っているのかというと、リップシンクという機能を使います。じゃあ早速リップシンクを実演していきます。はい、こちらの画面がですね、Apple 純正のソフトでガレージバンドというアプリケーションがあります。Windows の方もいると思うので、ガレージバンドじゃなくても音声を入力して録音できるソフトであれば何でも大丈夫です。じゃあ声の収録を先にしてみますね。こんにちは、メガネチャンネルです。今日の動画はですね、キャラクターアニメーターのリップシンクについて紹介したいと思います。はい、録音しました。
この音声のデータを書き出します。はい、これで音声のデータが出来上がりました。これをキャラクターアニメーターで読み込んでいきます。はい、ではキャラクターアニメーターの画面に戻ってきました。さっき録音した音声を読み込んでみましょう。読み込むときはですね、この左上のプロジェクトパネルをダブルクリックしてください。そうするとウィンドウが開きます。音声データを選択して読み込みを押します。プロジェクトパネルの中に音声ファイルが追加されました。この音声ファイルを掴んでタイムライン上に持ってきます。音声の取り込みができました。まず取り込んだ音声とパペットのタイムライン2つ同時に選択をした状態で、メニューバータイムラインの中にある上の方にありますね、こちらです。シーンオーディオからリップシンクテイクを計算、はい、これを選びます。そうすると今キャラクターアニメーターが音声のデータを解析して、その音声の発音に合わせて口の形を選んでくれてるんですね。タイムラインちょっと拡大してみます。ここにリップシンクという新しいレイヤーが表示されました。ここ細かく見ると発音に合わせた名前が入ってるの分かりますか？では再生してみたいと思います。こんにちは、メガネチャンネルです。今日の動画はですね、キャラクターアニメーターのリップシンクについて紹介したいと思います。はい、キャラクターが自動で音声に合わせて口パクしてくれましたよね。口を動かしてくれました。こうやって先取りで音声を録音してしまって、その音声をキャラクターアニメーターに読み込ませて、後から口の形をリップシンクさせることができます。これ非常に便利なので、僕はもうほとんどこの機能を使って作業、普段の動画を作っています。ちなみに音声に合わせてこの形はちょっと違うかなっていう場合も出てきます。そういう時はタイムライン上に表示されている口の形を選び直すこともできるんですね。今右クリックしました。そうすると置き換えることもできるんですね。はい、このリップシンクなんですけど、実はもう一つ機能があって、これ覚えておいてください。メニューバーのキャラクターアニメーター環境設定を開きます。リップシンクというタグがあるので、それを選ぶとですね、高ケイ素の検出という項目があります。これは一体何なのか、ちょっと説明していきますね。例えば僕は今結構右寄り、この大という方で普段設定しているんですけれども、試しに小の方に変えてみて、同じ音声でもう一度リップシンクを検出してみたいと思います。はい、出来上がりました。いかがでしょう。先ほどのタイムラインとちょっと比較してみましょうか。こんな感じです。明らかに口の形、口径素が減りましたよね。こんにちは、メガネチャンネルです。今日の動画はですね、キャラクターアニメーターのリップシンクについて紹介したいと思います。このようにキャラクターアニメーターの環境設定で音声に合わせた口の形をどれぐらい精度高く検出するか、ここでできるんですね。これはパペットのデザインとかキャラクターの雰囲気に合わせて、もう少し口の形は簡略化させてもね、いいかなって場合もあると思うので、自分のオリジナルのキャラクターのパペットに合わせて調整してみてください。はい、いかがだったでしょうか。魅力的なキャラクターを作るための手段の一つとして、やはり本当に喋ってるようにアニメーションさせるっていうのはすごく重要なポイントなので、魅力的な口の動きを作って自分のキャラクターに命を吹き込んでみてください。それでは今日の動画は以上で終わりです。よろしかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。